ルーツポンチのレイナ、ひーちゃん、パン。本日は炭酸風呂爆発ドッキリ。うちのメンバーのシフォンはドッキリに全く引っかからないんです。そうなんです、私も失敗しました。リベンジします。やった、もう強い仲間がいるよ。そうだよ。と偽企画で入浴剤の匂い当てゲームをするよってシフォンには言ってあるんですよ。こういうやつを準備一応してあるんですけど、うん、それはもうしずに炭酸バスもバスボムの作り方をなんかネットで見つけて、それを18倍で作ってお風呂をブワーって爆発させちゃいたいなって。それだったら引っかかるんじゃないかなって、うん、完全油断してる。だってドッキリだって思わないもん、うん、しかもちゃんと目隠しをつけてやります。だから引っかかるのではないのかなって思います。それではやっていこう。フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内で発表されるキーワードを送っていただくと限定画像や限定動画がもらえるので、ぜひ動画を最後までチェックしてください。お願いします。お願いします。フルーツポンチ、はい、こちらが18倍の炭酸バスボムの材料です。これを全部混ぜていきます。わあ緊張する。それね、失敗したらあれだからさ、ちょっと慎重にね、慎重にやりつつドカンとやりつつ、そうだね、やっていこう。シフォンが来る前に急いで終わらせなきゃいけないんで、まず重曹からやろうかな。はい、重曹、ドバーン。おー、めっちゃ待ってるごめんなさい。ドバーン。おー、え、楽しい。なんか理科の実験しとるみたいじゃない。わかる、理科嫌いだけど。よし、じゃあ次クエン酸開けていきましょう、はい、めっちゃ、理科室にあるあれじゃない、ね、あるよね、こんな入れます。いきます。おー、砂糖みたい。ちょっとあんまドバッと入んないね。ね、入った。一回混ぜる、一回混ぜよっか。なんか雪みたい。やるっていう、やりたい。楽しい。おー、楽しい。これあと塊はちょっとね、うん、いいんじゃない。良いね。そしたらじゃあ片栗粉を入れます。なんかさ、片栗粉でさ、水で遊ぶやつ知ってる？え、知らない。え、なんか握ったら固くなって、ん、わかんない、どっちか逆わかんないけどさ、そのなるの知らなかった。これ本当に爆発するのかな。でもなんか面白そう。爆発するかちょっと心配だこれ。それが、あ、ごめん、シロップなの塊やん。うん、これで爆発しんかったらちょっと悲しいな、うん、あとは綺麗に混ぜて、うん、しーちゃん来るの待つだけだね。そうだね、早い。よし、絶対成功させます。させましょう。ちょっとこれ実験してみたくない？ちょっとだけやってみたくない？やりたい。成功するのか、うん、と水入れます。お願いします。こんぐらい、いきます。せーの。おお、いいんじゃない？いいね。シュワシュワしてる、炭酸みたい。シュワシュワフレッシュ、うちらじゃん。シュワシュワフレッシュしてる。お、いけるね、これは。これはだってこれ全部入れたら多分ボワッでしょ、すごくなる。よし、完璧。これはもう成功ですね。じゃあシフォンを待ちます。フルーツポンチ、シュワシュワフレッシュ。毎日投稿アイドルフルーツポンチのレイナ、シフォン、ひーちゃん、パン。本日の企画はお風呂で入浴剤の匂い当てゲーム。こちらに3つの入浴剤を用意しました。柚子の香り、八朔の香り、なんて読むの、わかんない。それ樽、何、樽って何、ヒノキかな。ヒノキって読むん、これ違うかな、違って恥ずかしいです、ね、これ匂いのやつ、匂いのやつが3つあります。ちょっと匂いが違うんですけど、それぞれこれを入れてどの匂いかを当ててもらいます。分かりやすいような気もしなくもないけどな、うん、まあでもね、色で分かっちゃうじゃん。だから目隠しをしてもらいます、はい、なのでシフォンにこれをやってもらいます。でも自信はあるよ。あるの？そう、うん、だって鼻結構いいから。うんうんうん、柑橘系か、完全にこう森みたいな匂いです。森これが一生読めない。これマジヒノキって読むの、これ。ちょっと検索だって読めなかったら当てられないからね。そうだね、ヒノキ思ってる。ヒノキだ、ヒノキだ。ヒノキ、バカトップ2には負けないっていう。でもさ、変わんないからね、ここ、うん、全然違うから。だって3、4、5だよ。ダントツ最下。そんなこと言うなよ。大丈夫、うちが仲間だ。そうだ、仲間バカ同盟だからさ、ここ。そう、まあ、ちょっと触ったけど。そんなこと言うな。そんなこと言うな。まあこれ私がさらっと当てちゃえばいいって話です。そう、それではやっていこう。
フルーツポンチ。はい、目隠ししてもらいました。わーい、怖い。大丈夫、一緒に。怖い、どこここ。暴れないで、暴れない。ちょっと怪我するから危ないな。どこどこ。ここは洗面台。お風呂まで案内しますので、ついてきてください。はい、おいで。ちょっと落ち着いて。じゃあこっち。お風呂。あ、熱い。熱い。あ、すごい、すんなり。ちょっと後ろ下がってもらう。大丈夫だから。せーの。大丈夫？大丈夫じゃない。なんでうんどりしてるの？それな。え、匂い嗅げばいいね。そうだよ。なんか絶対当てるから。私。うん。うん。柔軟剤開けるね、じゃあ。うん。わー、お風呂って。お風呂で磨くと怖いね。いい？もう匂い開けた？開けた。はい、開けたよ。開いた？開いた？開いた、開いた、開いた、開いた。で、行くよ。うん。ちょっと待って。うん？待って。じゃあ、1問目。はい。いい？いいよ。重曹とクエン酸と片栗粉を混ぜて、あの炭酸のやつを作ったの。苦い。口が入った。あの空気がさ。あ、空気。まだ開けるわ。まだ開けるさ。ピーちゃん、ピーちゃん、ピーちゃん、ちょっと、ピーちゃん、ちょっとこっち見て。ちょっと手貸してあげて。ぜひピーちゃん、ちょっとピーちゃん、こっちほら。ねえ、データ知ってるよこれ。ピーちゃん見て。ねえ、知ってんだよこれ。見て、片方だけ足入ったら、すごい開けた、いい色だよ。片方だけ入ったから、いいじゃん。こっちの空気的にはすっごい苦しかった。あ、そうだよね。二酸化炭素ブワーって出てるんでしょ、あれ。みんなもやってみてね。いや、危ないからやめてください。あ、そうなの。二酸化炭素ブワーって出てくるから危ないじゃん。そうだね。じゃあ、本日のラインキーワード、じゃあシモンでお願いします。ぬめぬめでお願いします。ぬめぬめでお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。お願いします。明日の動画も見てください。バイバイ。アイドル活動完全密着、フルポンアイドル道。続いての課題曲は Change the World, Change the World。 果たしてフルポンは世界を変えることができるのか。 Here we go。街明るく、街明るく。ここでシフォンに予想外のハプニングが。さあ、どういうことや。今どこ飛んどった？いいじゃん。そういうこと、そういうこと。なんなら歌の感じももっとその雰囲気出していいから。うん、伸び伸びしてて素晴らしいから。